今年3月、旭川の公園で投資した状態で見つかった女子中学生の広瀬沙耶さん今日、遺族側がいじめの調査をしている第三者委員会に来年2月をめどに調査結果を報告するよう申し入れました今年3月、旭川市内の公園で投資した状態で見つかった当時中学2年の広瀬沙耶さんをめぐっては その背景ににいいじめががなかったか、った第三者委員会による調査が行われていまきょう遺族の代理人は旭川市と市の教育委員会に第三者委員会の調査の遅れを指摘した上で爽彩さんが失踪してから1年となる来年2月13日をめどにいじめの有無について調査結果を報告するよう申し入れました。 申し入れを受けた旭川市教委は HBC の取材に対し1日も早く調査結果の報告が実現するよう教育委員会としても最大限の努力を払ってまいりますとコメントしています。